ちは今ここはですね、名鉄西尾駅でございます。前回ですね、4月10日に撮影した時と同じ場所にいます。今日はですね、お知らせということでやっていきたいと思います。今日は5月7日木曜日ということで、4月10日にですね、僕は緊急事態宣言、まあ、県のですけどね、出たのを受けて、外出を自粛するということを話しました。で、実際ですね、この4月10日から今日まで何をしていったのかというと、まあ、ずっと家にいましたね。まあ、何日か学校に行かなきゃいけない時があったんですけど、まあ、それ以外は本当に家にいました。ずっと家にいましたね。とりあえずは、まあ家にいました。てか一回も出てませんね、多分学校以外は。本当にね、まあずっと YouTube 動画アップしたりとか、まあ YouTube 見たりとかね、まあ学校の宿題やったりとかね、いろいろしてました。で、まあ今日からですね、まあ最近なんていうのかな、何も話すこと見当をつけてないんですけど、とりあえずは今日からですね、動画の撮影をですね、再開させたいと思います。まだですね、まだ緊急事態宣言は5月31日まで出てるんですが、愛知県、岐阜県、三重県、東海地方で感染者が最近減ってきてまして、まあ、0人とかね、あったりするんですね。なんで、今日から、再開って感じでやっていきたいと思いますが、まあですね、まだ緊急事態宣言が出てるということで、とりあえずまだね、県外では出ません。まだ県内での撮影になりますので、しかも、もうこの地元周辺ののみの撮影となります。まあさすがにまだね、緊急事態宣言が出てるんで、まあね、外出まだ自粛しなきゃいけないっていうムードは出てますんで、まあ出るとしても、周辺、地元周辺っていうことにしたいと思います。まあ撮影日数もね、まあ2週間に1回とか、まあ、にしようかなって思います。まあ撮影行くとしたら、まあ名鉄の試運転とかね、そういうの撮影しに行くか、もしくは、まあ、防災無線の西尾市でですね、新型コロナの感染症の注意報とみたいにやってるらしいんで、それをちょっと収録しようかなっても今思ってます。そんな感じですかね、大体。まあ、あんま遠くにはやっぱ行きませんので、まだね、県外にはまだ行かないです。まあ、5月31日以降に、まあ緊急事態宣言解除されたら、また、いつも通りの撮影に行くという感じになっております。まあ、そんな感じですかね、大体。今日から、まあ、順次再開させていこうかなというふうに思っておりますが、まあ、まだこの状況ですので、まあ、この世間の状況ですと、まあ、まだそんな頻繁には出れないかなという、そんな感じですかね。今週ちょっと出ないと思います。まあ、出るとしても、来週中から、まあ、再開という感じで、感じですかね。まあ、ひたすら今、過去の動画上げてますが、まだ全然ストックあるんでね、全然まだいいんですけど、まあでも5月過ぎたらちょっと厳しいかな、6月になったらちょっと厳しいかもしれないですけど、まあそんな感じでやっていこうかというふうに思いますが、まあ、そんな感じで、また今日から再開していこうかなと思います。まあ4月の時は全然まだね、感染者がすごいってあるんですけど、今東京も今ね30何人とかね、2桁台になってきてますね、だんだん収束ムードが見えてきたように見えますが、まあ人々がですね、収束ムードにさせられるかどうかですよね。みんな収束、もうすぐ収束がヤッホーってね、みんな外に行っちゃったらまた戻っちゃうんでね、そのことがないように祈るばかりですけど、本当にもう自分もなんとかなるべく家にいようと思います。まあ再開って言ってますけどね、そんな感じでしょうか、大体。普通に、まずこれから、ちょっとまだ自粛は続きますが、またやっていこうかなと思いますので、
よろしくお願いしますという感じでございました。はい、という感じですかね。まあまあそんな感じでやっていこうと思います。とりあえずはまあまあまた後々またいつも通りやると言ったら、いつも通り再開させていこうと思います。なんかブルブルなってるけど大丈夫か。はい、こんな感じで、じゃあ以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。